あゆりちゃんたち、今日は濡れるって何についてお話ししたいと思います。濡れるっていうのは、まあ、いわゆる性行為をしているとき、セックスをしているときに女性器がこう潤滑されていく様のことを一般的にこう濡れるって言ったりしますけれども、なんで濡れるの、濡れるって何なの、濡れてなきゃダメなの、濡れすぎてるとダメなの、みたいなことを今日はちょっと細かく話していきたいなと思います。まず濡れるって何っていうところからまず調べてみたんですけれども、そもそも膣の中にはバルトリン腺とかスキン腺とかっていうのがあって、調べ出したら無理でした。綿棒。いや、結果ちょっと難しくて入ってこないなと思ったので、ざっくり濡れるって何って聞かれたら私が答えるのは、体が興奮して、性的にね、興奮して血流が良くなって、血流が女性器にわーっと集まってきて、その反応で出る、よく言われる言葉は愛液、膣がこう潤滑されて液体がこう少しずつ作られていくっていうことです。だから汗が体から作られるのとかと一緒だよね。じゃあ、まあ膣から出るわけだから、織物とその濡れる時の成分って同じなのって思って調べてみたら、これは違うんですって。織物はまた別の成分で、性行為の時の濡れるっていうものはまた別のものなので、性行為以外で濡れる話は今日はしません。今日は基本セックスの時の話をします。セックスの時に濡れるの話。まずそもそもなんですけれども、濡れる濡れないっていうのはめちゃめちゃ個人差があるみたいです。なので興奮するとものすごい濡れて、すごくこういわゆる愛液みたいなものがたくさん出て、ちょっと生々しい言い方だけどもうびしょびしょになるっていう人もいるし、逆にものすごい興奮しててすごい楽しいし最高のパートナーと最高のセックスと思ってるんだけど体は濡れないっていう人もいます。なので濡れてないイコール興奮してないとか、濡れてるイコール興奮してるという考え方は間違ってます。シェリーのお風呂場。もう本当にその女性器の作られ方というか種類みたいなものによって濡れ方もそれぞれ違う。なので単純にたくさん濡れてるからもう挿入 OK っていうことでもないです。これは必ず興奮してるかどうか、相手が挿入の準備ができてるかどうかっていうことはもう相手に直接確認するしかありません。え、挿入していいか、興奮してるか聞くの、いや恥ずかしいってって思ったあなた、そんなんじゃいいセックスはできません。なんかちょっとセックスセラピストみたいじゃない今それこそも性的同意の時にも私も何度もお話ししてるんですけども、やっぱりこういうことって本当に人によってみんな違うので、こう顔の表情だったりとか体の反応の仕方とかっていうのみんな違うので、相手とのコミュニケーションがもうそれこそもうその言語レベルじゃない、もう本当に目が合っただけで何考えてるか分かるみたいなところに行き着くまでは言葉で確認するしかないんだよね。もっと言うと何十年結婚してるカップルでも何考えてる全然分かんないっていう人もいっぱいいるわけだから、この言葉のコミュニケーションをとってもとっても大切にしてほしいなって思います。で、これを恥ずかしがってるとすごくいいセックスはできないので、いいセックスをするためには必ず言葉でしっかりお互いにコミュニケーションをとって、これはどう、これは気持ちいい、これは痛くない、どう、今どんな気分、今興奮してるっていうことが確認できる関係性が結果的にはお互いにとって多分すごくいいセックスにつながると思うので、これは一つ、覚えておいてください。濡れてるイコール興奮してるではありません。じゃあこの濡れる濡れないっていうのは何が違うの、今お話ししたみたいにそもそもの体のタイプ体質そういうのもあります。もうそもそもが違うと思ってくださいけど、今まですごく濡れてたのに急に濡れなくなったとか、逆に全然濡れなかったのに急にものすごい濡れるようになった、こういう変化が起きた時に考えられることをいくつか今から言います。まず一番大きいと言ってもいいと思います。これは体と心がリラックスしていること。
やっぱり女性器のある人っていうのは性的に興奮した時にメンタルとものすごく直結してるんですよね。よく言われるのは、まあ、男性器を持っている人は例えば性的に興奮するものを見たら体がすぐ反応するけど、女性はやっぱりその自分の体調だったりとか気持ちだったりとか、この場所が安全であること、一緒にいる相手と信頼関係ができていること、あと自分が今心地いい気分であること、昨日の夜よく寝れたかとか、今日の仕事がうまくいったかとか、今日の家事が全部終わってるかとか、そういうことが全部セックスにつながっちゃうんですよね。なので今までは本当に濡れてたのに急に濡れなくなったなっていうことがあるんだったら、いくつか考えられることとしては、もちろんパートナーとの関係性、パートナーとのそのコミュニケーションに満足しているかどうかとか、パートナーとの信頼関係ができているかどうか、何でも話し合える関係かどうか、今のセックスに満足してないっていうことを話せるかどうか、こういうこともとても大事。あとは自分の中の問題、今すごいストレスを抱えてるとか、最近全然夜寝れてないとか、自律神経が乱れてるような気がするとか、なんかこう精神的な他にこう原因となるものがあると、実はこれも濡れない原因に直結してるんですって。なのでこのストレス社会に生きてる私たち、ある意味とっても濡れづらいと言ってもいいかもしれません。なので日々の自分のこう心のリラックスだったりとか、自分の心地いい環境づくりみたいなものに改めてちょっとこう意識を持ってきて、自分のいい心の場所みたいなものを作っておくと、結果的にそれがセックスにもつながる可能性があるので、そういうことをちょっと気にしてみてもいいかもしれないですね。もう一つ、これもとっても大事ですね。ボディイメージ、よく今ボディポジティブとか言ったりしますよね。なんか最近ちょっと太っちゃったみたいとか、なんか変なところにニキビができてるとか、肌荒れしてるとか、なんか髪の毛が全然決まんないとか、こんなことでも濡れないの女性は、もうデリケートでしょ。なんかこう自分が太ったなとか、なんか痩せすぎててなんかなとか思ってる時に、裸で自分が大好きな人の前に立った時に、やだ私のことどう見えてんの、なんか太ったって思ってんのかなとか思うと、その先にパートナーがどんなに頑張っていっぱいこうねサービスしてくれようと、正しい順番で正しい触り方、正しいこうことを言って、いろいろこうねいい雰囲気を作ってくれたとしても、自分の中に、あ、なんかやだやだ、今日の自分やだ、今日の自分やだって思ってたら、やっぱりなかなか濡れづらいんですよね。なのでこういうところもすごくメンタルにくっついてるので、自分の自己肯定感を上げるとか、ボディイメージを良くする、自分のこと大好き大好き大好きって思うようになるべく意識をする。あ、なんか太ったなって思った時に、いかん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 、もうこんなこと思ってたら自分の体を好きになれないから、いっぱい美味しいものを食べたから私の好きな体が大きくなっただけみたいな、こうポジティブに捉えるようになるべく自分で努力する。簡単なことじゃないよね、分かってるけど、努力って大事。自分で自分のこと好きになる努力をする、こういうことも直結してます。なのでこの辺の、その自分の気持ちの問題、相手とのコミュニケーションの問題、こういうことを全部ちゃんとカバーできてるのに、やっぱり今まで濡れてたのに濡れなくなったとか、なんかこう思うようにこうセックスが楽しめないっていう時は、もう一つとっても大事なものがあります。前戯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 、もうね、前戯が本当に大事なんですよ。これね、やっぱり関係性が例えば深まってきたりとか、2人が慣れ合いになってきたりとかって、セックスの回数が重なってくると、どうしてもね、日によって当然すごく長いセックス楽しむ日もあれば、今日は時間ないからもうちゃちゃっとっていう日もあるし、これは全然いいと思います。ただ基本的には、まあ一般的には女性の体はセックスを最後、挿入を楽しむためには、しっかり濡れるためには、とっても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 その前段階の前戯が大事っていうのは、これはみんなで理解しておきましょう。女性をパートナーに持つ人だったら常にそれを頭に入れとく。でこれってもちろん、そのセックスの中の前戯ももちろんですよ。だけどそこにつながるまでの日々の生活、たくさん連絡を取ってコミュニケーションを取っとく、彼女のことを安心させてあげる。例えばその避妊を従ってるのに避妊をしないっていう、この安全じゃないセックスをするっていうのは、これはもうもってのほか。少しでも危険とか不安を感じてたら、まあ女性器っていうのは濡れづらいというふうに思っておいてください。ものすごいこの場所も安全、相手との関係性も安全、
今やってる行為もすごく心地いいって思って初めて体が濡れるので、こういうこと全部整えた上でさらに丁寧に前戯を楽しむ。前戯の種類っていうのはものすごいいっぱいあるので、それはもうぜひ自分のパートナーと話し合って、どういう風な触り方とか、どういう風な始め方とか、どういう抱き合い方、こういうのどういうことが一番心地いいか気持ちいいかっていうのを常にこう確認しながら進めていくといいのかなと思います。この濡れる濡れないに関して自分で悩むこともあると思うんですけど、パートナーに言われることってあるよね。これまでこんなに濡れた人とエッチしたことないんだよねとか、こんなに濡れないことってあるの、普通もっと濡れるよとかっていうことを言うパートナーがいるとしたら、個人的にはその人とは別れてもいいと思います。バイバイ。やっぱりさっきも言ったけど、自分のことを自分で愛するってすごく大変なこと、みんなそれを努力してこう気をつけて頑張って自分のこと好きになろうとしている中で、一番大好きなパートナーにそれを否定されるとか恥ずかしめられるとかいじられるっていうのは、もうすごく傷つく上に、自分が頑張ってこう作り上げてきたその自己肯定感みたいなものが、なんかやっぱこうちょっとこう傷つけられちゃうっていう意味もあるので、あのそういう言葉遣いを使う人とか、そういう言い方をする人とはもうそこから先頑張って付き合う必要ないかなって私は個人的に思います。じゃあもし本当にこちらのことを気にしてくれて心配してくれて言ってくれてることだったらどうだろうか。今までは結構濡れてたように感じるけど、最近あんまり濡れないんじゃない、大丈夫とか、なんか自分はちょっとあんまり分かんないんだけど、なんかすごくいっぱい濡れてるみたいだけど、これって普通なのかなとかっていう優しさが含まれた質問の仕方、聞き方をしてきた場合、これはもうあなた次第でいいと思いますけども、自分的にあこの人ともっとつながってもっといい関係作っていきたいと思ったら、それは優しく今日の動画で私が お話ししているようなことをあの説明してあげてもいいし、もちろんこの動画を送りつけてもいいし、普通なことなんだよっていうことを教えてあげて、だからあんまり体のことはあの心配しなくて大丈夫だよっていうことを言ってもいいと思います。あとはパートナーとのコミュニケーションの中で、自分がそもそも体質的になんか濡れにくいみたいなんだよねっていう人の場合、私シェリーはそれは相手に言っていいと思います。コミュニケーションの一環として、自分は今までこういう感じなんだよね、だから心配しないでねって話してもいいし、まあ、それこそセックスした後にちなみにみたいな感じで言ってもいいと思うけど、自分はそんなに濡れない体質だから潤滑ゼリー使おうねとか、他の方法で補って楽しもうねっていうことを言うっていうのもすごく大切なコミュニケーションなので、これはあの絶対言った方がいいと思います。で、言われた方もあじゃあどういうふうに対処しようかなっていうことも考えられるし、一緒になんかこう心地いいこう方法みたいなものを見つけられるかなと思います。さあ今ちょっと大事な話出ましたけれども、じゃあもうめちゃめちゃ濡れるっていうのは全然 OK、 むしろいいこと。じゃあ全然濡れないっていう人はどうすればいいか。これはもうとっても簡単で、潤滑ゼリーを使いましょう。もう世の中には本当にいいものがたくさん出ていて、薬局でも買えるし、もうドンキホーテとかでも買えるし、もちろんネットでも買えるし、で種類もいっぱいあるので、自分に合ったものをあの選んで使うといいと思います。この時選ぶ時の一つポイントとしては、ウォーターベース、あの水で、あの水溶性、水で作られているものを使いましょう。あと香りがついてないものにしましょう。なんか香料とかが入ってたりすると、これも体にあまりいい影響がないので、香料がなくて水溶性のものを選ぶようにしましょう。で、潤滑剤の使うタイミングなんですけれども、挿入まで待つ必要はありません。もう性器に触るっていうようなことが起きた時に、もう本当に最初からたっぷり使って楽しんだ方が、摩擦が少なくて気持ちいいっていうことに集中できるのでおすすめです。やっぱりあの女性器っていうのは摩擦が強いと、それがもう痛みになっちゃうんですよね。なのでその、まあ、いわゆる愛液がたくさん出た方が摩擦が減って気持ちいいっていう感覚に集中できるっていうことが大事なんですよね。なのでこの濡れるっていう感覚があんまりない人、愛液があんまり出てないっていう人は、その分潤滑剤とかを使って補って気持ちいいセックスを楽しめるようにした方がいいと思います。なのでそのもうそもそもの体質的にめちゃめちゃ濡れるっていう人も、全然濡れないっていう人も、みんなそれが普通です。
あなたにとっての普通が普通なので全然心配する必要ありません。そして濡れるイコール興奮するではないよっていう話がありましたが、ここでとっても大切な話、実は性被害に遭った女性もすごく濡れたっていう経験をしてる人が多いみたいなんです。自分の体が濡れたっていうことでなんかこう相手を受け入れたんじゃないかとか、そういうふうに思われたんじゃないかとかっていうことですごく自分を責めちゃう人がいるみたいなんですよね。これはただの防御反応なんです。自分の体にとって危険な挿入が行われるって思った時に自分の膣が傷つかないように体が出す液体があって、これはいわゆる濡れる成分と同じなんですけれども、これを愛液っていうのは私はちょっと抵抗があるので、とにかくその膣の中が濡れる状態ができます。これは決して相手を受け入れてるっていうことでもないし、自分がその状況を喜んでるっていう意味でもないし、これは本当に自分の体を守るための防御反応なので、それをすることによってその挿入で傷つかないっていう体の中を守ってるっていうことなので、もう本能的なものなので、もしもう万が一ねこの動画を見てる方でそういう経験をされた方がいらっしゃるんだったら、もう絶対絶対そんなこと思ってほしくないなと思います。でもし万が一そのアヒルちゃんたちの周りでそういう経験をした人がいたら、もう決してそんな勘違いでその人をより傷つけることを言ったりしないでほしいなって思います。みんなでこれはしっかり理解しておきましょう。その女性器が濡れるっていうのはイコール興奮してる、受け入れてるという意味ではありません。相手が興奮してるかどうか、挿入のセックスを受け入れてるかどうかっていうのは相手に確認しないとわからないので、しっかり言葉で確認しましょう。あと今日何度か使っているんですけど、自分的にものすごい抵抗がある言葉があって、愛液って何？もう私今日言うのもなんかもうムズ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 みたいな。一応正式的な医療の言葉で言うと体液っていうらしいんですけど、体液もすごい難しいし、濡れる時の液体の名前がその体液っていう言葉か、あとは通称愛液みたいな。いや愛液ってみたいな、なんかすごい嫌で、あ、膣の汗っていう表現もあったのか。膣の汗ね、なんかない？ちょっとなんかさ、ひるちゃんたちでなんかちょっと考えようよ。なんかもう今後もね、もしかしたらこの膣が濡れるっていう環境の話を今後も動画にするかもしれないので、もしね思いついた方がいらっしゃったら、またはそれこそなんかね性教育界隈の方でこういう話をされてて、こういう言い方しますよっていうのがあったら、ぜひとも教えてください。もうすぐに私言い換えたいです。ということで皆さんのコメント欄楽しみにしています。そしてこの動画のいいねと、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。